はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、マキシマム龍です。さあ本日はですね、ご要望をいただいておりましたので、マキシマム召喚のデッキをねご紹介していきたいと思います、ね、本日は遊戯王ラッシュデュエル最強バトルロイヤルのお話です。私一番初めにデッキ組めるようになって組んだデッキ、こちらのね、天帝龍樹ユグドラゴっていうモンスターを主軸にした、マキシマム召喚デッキです。で、ラッシュデュエルご存じない方のためにマキシマム召喚っていうのが何なのか説明しておくと、3枚のモンスターを手札に揃えて、それを合体させて出すっていう超絶ロマン召喚方法です。はい、超絶ロマン召喚方法、これをマキシマム召喚と言います。で、今回の主役はこの天帝龍樹ユグドラゴっていう、まあラスボス、いわゆるラスボス、表のラスボスが使う、まあ遊戯王でいうところなんだろうな、なんかアルティメットドラゴンみたいな感じですかね、ブルーアイズアルティメットドラゴンみたいな感覚のモンスターです。で、3体のモンスターを合体して出すんですけど、効果めっちゃ強くて、ちなみに弱い者いじめって言われてるんですけど、このデッキ、サイバース族のデッキですね。天帝龍樹ユグドラゴ、マキシマムモードになると、これ L とね、マキシマムユグドラゴの L とユグドラゴの R と揃えてマキシマム召喚ができるんですよ。で、 R と L がこれが L でこれが R なんですけど、これとこの3枚を揃えるとマキシマム召喚できる。で、マキシマムモードになると、まずこのカードは相手のトラップカードの効果では破壊されないと。まあラッシュテルでいうところの、ダークリベレーションとかね、反抗の流撃とか、まあ遊戯王でいうところのサンダーブレイクとか、ああいうミラーフォースとかね、ああいうカードでは破壊されませんと。で、L と R の効果両方とも使えるんですけど、マキシマムモードだとデッキの上からカードを3枚墓地に送って、相手のフィールドの表側表示のモンスター1体を選んで破壊する、レベル8以下だったら。で、もう1個が、相手のフィールド上の守備表示モンスター1体を選んで攻撃表示にできるということで、叩き起こすっていうことができますし、叩き起こして破壊するっていうこともできるんで、寝てるやつを叩き起こして、もうなんか寝てるのを叩き起こしてぶん殴るっていうことができるんですよ。だからこれめちゃくちゃね、強いで、マキシマム召喚何が強いかっていうと、やっぱりね、これ出た時にそんなに簡単に突破できないんで、このモンスターって4000だってありますし、こいつマキシマムアタック4000だってでしょ。なんで結構相手カード使わないと突破できない上に、意外とこれ出ると詰むんですよ。なので、このユグドラゴっていう、最強、俺は最強だと思っているこのモンスターを、主軸にしたら一気です。で、これどういう回し方をするかっていうとね、めちゃくちゃソルティアします。はい、これめちゃくちゃソルティアして、この3枚を集めるっていうことに全力を割いたら一気です。どういう風に回していくかっていうとね、結構ドローソースがいっぱい入ってましてね、例えばピーコックハイドロンとかは自分のフィードに、このカード以外のモンスターがおらずに自分の墓地にフェムトロン、これですね、通常モンスター、これがいる場合、なんか自身をリリースすると2枚ドローできますっていうカードとか、あと、アトロンっていうモンスターは、これフェムトロンがいる場合、自分のフィールドのこのカードを、まあ、リリースして自分は1枚ドローするとか、あとこいつはフェムトロンとアトロンがいれば2枚ドローして2枚なんかデッキの下に下ろすとかいう効果がいっぱいあるんですよ。これこういうモンスターを使ってひたすらドローします。あと強欲なツボね、強欲なツボ使ってドローして、でデッキ戻してなんかカードとかで、なんとかしてこの3枚揃えていくっていうカードですね。はい、で動かし方はまあそんな感じなんですけども、一応効果説明しないやつを説明していくと、これテンションマックスは手札のモンスター1枚墓地を送って、自分のフィールド上の表側表示モンスターの打点を400アップしながら貫通を与えると。で、レベルが10以上のモンスターに使った場合は1000ポイントダメージを与えるってことなんで、このマキシマム召喚したモンスターはレベル10なんで、マキシマムに使うとテンションマックスになって、1000ポイントのダメージを与えながら貫通するみたいな感じですね。非常に強い、これ3詰めです。はい、で、天の加護は、手札のモンスタースキャラなき墓地を送るとレベルが10以上になった場合は2枚ドローできる。だから事故率を軽減できるってことですね。まあ、例えば魔性やめるルールは2枚来ちゃってなんか出せねえみたいな時に、天の加護を使ってドローに変えていったりとか、あとシンプルにこのマキシマムのレベル10のモンスター1体を墓地を送って2枚ドローとかいうこともできます。で、さらにこの地層調査っていうのが、自分の、デッキの上から相手のフィールドのカードの数だけ、めくって、で、自分の、デッキの一番上に戻すか下に戻すか、順番をね、だカードアドバンスみたいな感じですね。で、これを使ってなんかデッキトップ見てドローしていったり、まあそんな感じで動かしていくっていう、そういうデッキやってます。で、あとデッキ切れ対策に、これ結構デッキ切れるんですよ、こいつの方がめっちゃ連打してると。なんでデッキ切れ対策にこの広がる支え切っていうのを使ってるのと、あとあれですね、やめるら
これシンプルに妨害をしています、相手の。これすげえ強くて、このカードが召喚に成功したターン、このカードの召喚形式を変更すると、次の相手ターン終了時まで相手がモンスターをアドバンス召喚できないということで、かなり制圧効果高いんですよ。なんで、やめる裏を出して、時間稼ぎもしていくみたいな感じですね。はい、で一応全部、カードの枚数確認していきます。フェムトロンが3枚で、ユグドラゴン本体が3枚、ヤメルーラが3枚、ピーコックハイトロンが3枚で、L が3枚、 R が3枚で、アトロンが3枚で、ゼプトロンが3枚、それからヨクトロンが3枚、ゴイグラツボが1枚、テンションマックスが3枚で、天の加護が3枚、地層調査が3枚、広がるささきが3枚みたいな感じになっております。これラッシュデュエルってマジゴミゲーなんで、デッキレシピをコピーとかできないんで、自分で頑張って、入れてください、デッキ編集して。フレンドになるとなんか、コピーできたりするらしいんですけど、フレンドになる手段が、ローカル手段。対戦相手と実際に会って対戦しなきゃいけないっていうね。このコロナ禍でそんなことさせんのかみたいな、フレンドのなり方しかないんで、はい。まあ、頑張ってください。で、カードの入手方法は、一応ですね、どういう風にやるかっていうと、カード一覧から例えばこれとかを見て、これで、入手方法っていうのが見れますんで、これ見ていただいてね、確認してください。これしかもこれ以外にも入手方法あるカード結構いっぱいあるんで、だからこれも不親切なんだよね。またね、このラッシュデュエルのダメな点、ゴミな点っていうのをね、ちょっとまとめて動画にしようと思うんですけども、今回はこのユグドラゴデッキですよ。超かっこいいからマキシマム召喚マジおもろいの。なのでね、実際に使っている様子を見ていただきながら、対戦ご覧いただければなというふうに思っておりますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。好みのゲームだから。あ、でもアイコンなった。ボットじゃない、多分ボットじゃねえ。よっしゃ、俺のターン。俺は先行を選ぶぜ。さあ、アサン対戦よろしくお願いします。アサンって名前なんか癖強いな。行くぜアサン。ラッシュデュエルを嫌いな理由、なるほど。ラッシュデュエル、ラッシュデュエル、結構ラッシュデュエル。俺のターン。カードを1枚ドロー。ワクワクしてきたよ、ドロー。カードを1枚ドローしていく。アートロン、うん、いいだろう。俺はこれまあそこそこ強いですね。考え中っていうのはなかったな。フリーチあんのか、なんだ春ら。あ、増殖する G。 なんか相手増G持ってない。なんかさ、今なんか考え中ってなったんだけど、なんか相手増G、これなんかこれ増G持ってる、これ。このゲーム増時実装されてる、これもしかして。このタイミングで違うのおかしくない？あ、雷電流サンダードラゴンっていう始まる。雷電流サンダードラゴンかもしれないね、これね。チェーン的にはカード1枚、2枚アドバンス。何このチェーン。これチェーン、これこういうチェーンなのかな、もしかしたら。行くぜ、やめるウラシアドバンス召喚。ハイパー迷惑モンスターはまずは初手で召喚していくぜ。ましょう、やめるテキスト確認のチェックでも入ってんの。ああ、そうか、それか、確かにそれはあるかも。テキスト確認チェックか、びっくりした。なんかゴキブリぶん投げられると思ったわ。さあ、まずは先行制圧モンスターをキャッて守備表示にして、そしてカードを1枚セット。カードをセット、これで俺はターンを終了するぜ。さあ、朝のターン、どうぞ。さあ、来い、朝。4枚のカードをドロー。結構ラッシュ出る。シャキ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 ーン。お、かぶったー。かぶってくー。一応と、ツボ打って、除去ラインだときついからツボ打って、これセットして破壊されるが一番やばいんだよ。セットして次のターンで馬振りプレイみたいなことしようと思って、破壊されるのが一番やばいから。はい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 。テンションマックスきすぎだね。じゃあ全部で攻撃していきますか。 R1 個捨てましょう、いらないから2枚も。さあ、テンションマックスの効果によってユグドラゴを墓地に送り、俺はこのモンスターを選択して400ポイント攻撃力をアップさせ、さらにこのモンスター貫通能力を得る。なんか奥義でセンスで叩く攻撃、ふん、よし、貫通ダメージを受けな。ドルルルよし、2500ダメージ強いぜ。よし、あと残りライフは相手5500。さあ、考えているな、どうする。魔法カード、何、天の加護、やべ、
相手これマキシモム召喚かもしんねえ、相手マキシモム敵かもしんねえ、もしかしたら。さあ天の加護の効果によってレベルが10以上になるようにモンスターを捨てるとカードを2枚ドローすることができる。 OK でこれは、ミスティックディーラーみたいな効果、1枚なんか限流捨てると1枚ドローみたいな、はい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 、OK モンスター限流族1枚捨てると1ドロー、はい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 、 OK そうだね確かに、やべえ来た、これあのパーツ、これあのマキシモム召喚のパーツ、これマキシモム入ってるね、2体リリース、なんだ2体リリース誰だ、2体リリース、2900つえこれパーツだよなこのモンスター、このモンスターパーツだよなこれ確か、やべえ2900めっちゃつえ、で胴体の方、そうだね真ん中のパーツだよ、ね、ただ俺はこの次のターンカードを4枚ドローすることができる、パーツよ俺の手札に舞い込め、俺のターン、うおー、僕のロードが結構ラッシュ出る、4枚カードドロー、あって惜しい惜しい、待てよ、リリースしてアドバンス召喚、魔性やめねえな、アドバンス召喚、さあこっからソリティアが始まるぜ、さらに俺は魔性やめるらをリリースしてアドバンス召喚ピーコックハイトロン、ピーコックハイトロンの効果を発動、このモンスターはリリースすることによってカードを2枚ドローできる、さあ来い本体、本体来い、本体来い、本体うわーラッシュデュエル、キャーあこうしてゼプトロン召喚するじゃん、でゼプトロン効果発動、結構難しいからねこれこのデッキで、ゼプトロン効果で、はいでドロー1枚、はいで L 来た、なるほどいらないね、でこれで3枚ドローして戻せばいいんだ、来た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 、よしここでこのデッキトップ3枚の中に、デッキトップ3枚の中に、これ無理だもんな、デッキトップ3枚の中に本体がいればヨクトロンの効果発動、このカードは自分の墓地のフェムトロンとなんかアトロンとなんかなどうちゃらを 墓地からデッキに戻すことによってカードを3枚ドローした後に3枚デッキに戻す、来い本体来い、俺の右手が光ってなる、お前を倒せと輝き叫ぶシャイニングドロー、これでエンドじゃないこれターン長いターン長いよ笑う、7600死にます、耐えろ耐えろ、あ耐えそう耐えそうじゃね、よし耐えた耐えたぞ、バトルオッケー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 、ラッシュ出るのに長い笑う、ダイレクトオッケー、ラッシュ出る本体ゴミゴミすぎる、手札よりレベルが10になるようにモンスターを2体墓地に送る、そしてモンスターを2枚墓地に送ったことによって俺はカードを2枚ドローできる、さあ右手を輝けシャイニングドロー、うわーきたーきたー、俺は3体のモンスターを合体させマキシマム召喚を行う、来い、そしてなんと伏せてあるのはテンションマックスだった気がする、天帝竜獣ユグドラゴンマキシマム召喚、ギャギンギャギン、そしてえあこれレベル、これレベル10だから倒せないのこれマジこれレベル10だからこいつは破壊できないんだよ、じゃあテンションマックス使わなくていいか、バトル行くぜ、イグドラゴの効果、あ攻撃、なんだっけ忘れた、混沌のマキシマムバースト、モンスターで攻撃、よし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 、オッケーオッケーオッ
ケー、残り3000。オッケー、よし返せるかな。さあ返せるかな。アサン、俺はターンを終了させます。で負けそう。大丈夫、耐えることはさせない。このモンスターは相手を耐えること。ああ、嘘だ嘘だ。いいか、はっきり言ってやろうか、俺のデッキにそのモンスターを突破する手段はほぼ残されていねえ。そしてテンションマックスも全て墓地に行ってしまった。おそらくテンションマックスと名前墓地に行ったら見よう。テンションマックスが2枚墓地に行った、つまり俺はお前のその4800のモンスターを一生超えることはできない。対戦ありがとうございました。